おむすびチャンネル。どうも、阿佐ヶ谷店特別顧問の遠藤です。ふざけすぎじゃない。南青山おむすびチャンネルのママささみどえーす。俺たちゲイカップルです。俺たちのということでね、はい、今日はまたエンタメスタッフにインタビューをしていこうかななんて思うんですけどもね、うん、はい、今日は私とはもう10年来の付き合いの方に来てもらってるんでね、いろいろ引き出されてしまうんじゃないかって。今日はすごい、だってコメディ界になるってさ、ちょっと巷の噂だよ。頑張らないと。コメディ界になる。コメディ界。何コメディ界。コメディ神界ね。ああ、分かってる。コメディ界の噂です。すいませんね。そうなんです、はいはい、そうそうそう、すごいです。楽しみだよ。はい。何キャラクターの設定がちょっと曖昧なんだ。ちょっとブレブレです。ではね、ご質問していきましょうか、早速。はい、では1、お名前は。はい、永瀬マップと言います。これなんか可愛くない？あれ、なんでなんで、綺麗売りして顔面スクランブル交差点じゃないですか。回転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 しないとですか。まだでもね、信号2つぐらいしかちょっと見えてこない。信号2つ、もうちょっと交差点まで。もうちょっと、まあ、まあ、まだね。まだスクランブルは、顔面スクランブルは。はい、どうもすいませんでした。顔面スクランブルエッグって感じでね。どうかしら。はい、はい、なんだっけね。まあ、まだこれから、ね、焦らない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 。せーの、2、どんなエンタメ人を遠藤さんが主催しているハルスシアターという劇団の劇団員です。はい、女優さんということです ね、 ですね。メインは女優で、うん、あとは舞台制作さんとか、うんうん、演出助手さんとかやらせていただいてます、うんうん、で、さんつけるの。確かに劇団ではね、自爆霊の役とか窓が首に挟まって死んじゃうみたいな、そういう役とか。死なない、死んでなかったっていう役とかもね、やってもらって、はい、コメディエンヌとして活躍してもらってます。いや、私も、はい、何回もね、見に行かせていただいてますけど、はい、本当面白いですよ。あら、ありがとうございます。面白います。まだちょっと見たことなくて。そうですよね。真面目な、ね、感じのイメージがすごいね、真面目な方なんですけど ね、 ね、そう、確かに素はね、真面目なんだよね。なんですかね。違う、違うんですよ、この、うんうんうん、あのマップのこの素の状態でいると結構緊張しちゃうんですよ。役になると大丈夫なんですけど。あ、弾けるタイプさ、ね、女優よ。なるほど。3、エンタメ業界を目指したきっかけは。と、はい、元々は中高と演劇部、うんうん、で高校時代の同じ演劇部の後輩が、うん、ハルシアターに所属してたんですよ。そうだ、そうです、そうです、そうだ、そうだ。それでハルシアターさんを見に行ったりとかは何度もしてたんですけど、それでなんか若手公演をやるっていう時に、それまで私普通に働いてたんですけど、その後輩からお誘いをいただいて、ハルシアターの、はいはいはい、客演させていただいて、うんうん、そこからそれが楽しくなっちゃいまして、うん、はい、今までやってたことをわってやめてお芝居を始めました。お客さんから女優さんになったりとか。すごいね。それが不幸の始まりだった。ちょっとそんなこともないよ。いやいやいや、いいこともあったしね。いくつぐらいから始めたんですか。そのパルシアカに入ったの。そう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 。30。遅咲きなの。すごいね。29の年にその若手公演誘ってもらって、うん、で入ったのは多分30になってた。そうそう、わあ、すごい。29で若手公演とはってとこもあるんだけど。いや、本当に。そうですね。で、それで現在までずっと。はい。うん、はい、今もファンシアターに所属してますので。何年目？ 8？ もう8年ぐらいだよね。そうですね、8年ぐらい。ありがとうございます。遠藤がお世話になっております。逆に本当にちょっと逆ではないけど、もう本当に本当にお世話になってて、もいなかったら潰れちゃうんだけど。怖い怖い怖い。ネクストいきますか。はい、はい、カンペカンペ見すぎです。いくわよ、せーの、4、仕事以外の趣味は。趣味、うん、趣味はあれだあれだね、あれだね、あれだ。えっと
ルナシーが大好きで、深夜がね、深夜じゃないやめなさい、落ち読みで使わない私のことだそうだよ、深夜さんに言ってないよ、そりゃそうだ確かにそう、すぎぞ違いますよ、なんか大体出てこない大体出てこないんですけど、はい、ベースのジェイさんという人が好きなんですよ。すぐ浮かぶ顔、顔はちょっと、ね、あのメンバーさんの名前は全員知ってますけど、あ、はい、あとイノランさんですよね。あ、そうです、そうです、とリュウイチさんですね。あ、そうです、そうです、うん、そうで、そのベースの J さんが好きで、うん、ルナシーのライブとか、うん、J さんのソロのライブとかは行ってるんですけど、うん、パルシアターの用事を入れるときにこの期間はルナシーのライブがあるからダメとか、ルナシーが一番優先順位が高いと本当に熱狂的で、ほぼ行ってるもんね。そうですね、うん、なんか地方はあんまり行ってないんですけど、うんうん、一番好きな曲は何ですか、ルナシーの中で、うん、まあ、それ難しいやつ、ね、難しい、ファンだと ね結構好きな曲 あるんですけど、はいはい、あの有名な曲じゃなくて、やっぱりそうなんですよ、うん、大丈夫、聞いたんだから責任取ってよ、大丈夫結構新しいアルバムの曲で、はいはいはい、いやどんどん笑ったけどごめんなさいでした、全然伝えていただいて、曲名はすごくだね、曲名ね、あの闇日っていう曲が、闇日すごい、闇の日、闇の日です、火って火って炎の日、そうです炎の日、誰作曲の、誰だろういろいろありますよね、ありますね、ルナシーは作曲の人が違いますもんね、はい、曲知らないよね、ルナシーさん、うーん、あら、色褪せないメモリー、それ考えるうちのことそうなでもやっぱなんかルナシーのイメージより、その考えるうち単体のイメージが大きいから、ゆういちさんの曲は知ってるって人が、はいはいはい、多いですね、ルナシーが好きということで、はい、まとめからいや次が一番怖いんで、ちょっと行きましょうよ、行きましょうよ、行っちゃいますか、せーの、はい、5遠藤特別顧問にモノノース忖度なくバチッとお願いします、なんかあるかな、なんか10年来ですからもうね、ありまくんでしょうよ、ありまくりスティそんなんよ、やめて、競合他社のバンドはやめてよ、本当にファナティッククライシス懐かしい、ビル・アン・グレイ、あー、ありすぎてる、いいですね、いいですね、いいですね、いいよ、いいよ、いいぞ、いいぞ、さあ、来い来い、時の木、おおいいねいいね、時々いいね、時々ガチっぽいよ、時々話を聞いてるふりして聞いてない時があって拍手しすぎ、共感しすぎ、それでもあれじゃない、人のこと言えないよ、ね、私もそうだよ、ね、そうなんか、うんって言うんだけど聞いてない時があるから、あるかも、もう一回同じこと言って、あ、そうなんだ、いや、さっき言ったけどな、みたいなのが結構あるあ、それ多分なんか他のこと考えてる時とかだね、結構ぼーっと考えてる時よくあるんで、うん、なんかそうなんだろうなって思って、いや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 、申し訳ねえ申し訳ねえくらいかな、本当？いや、なんかもっといいよ、闇があったら、闇ないか、やっちゃって、やっちゃって、闇はないけど、うんうん、パルシアターの声やりたいですねっていうリクエスト、あ、リクエスト主催にリクエストですけどなかなかね、今ね、ちょっと、ね、落ち着いたらね、やりたいよね、難しいけど、そうそうそう、ぜひぜひ、そういう声もいただいてるんでね、頑張ります、ありがとうございます、何ですか、ちなみにこっちにもないですか、こっちもほら、南青山にもね、手伝ったりしてなんか物持つことあったら買おうか面白いね。何かありますか？一緒にオムライス食べましたね。懐かしい。ありましたね。3年ぐらい前ね、食べましたけど。なんか僕のそこで、あ、なんかね、困ったことをいっぱい話し合った。困ったことを話してました。そう。うん。そうなんですよ。だからね、本当なんていうか、うん、第二夫人というか、うん、そういうイメージ。非常にあのいつも助けていただいて、ありがとうございます。でございます。いやいやいや。そんなわけでね、あのバブちゃん、あのバブちゃん手にも入るんですけど、南山手にも結構入ってるんで、皆さんよろしくお願いいたします。何結構入ってるって。雑なね。はい。お酒もね、ビールが大好きなんでね、はい、ビールを与えると大変喜ぶので、よろしくお願いいたします。まあそんな感じでね。まとめろよって顔したけど。
締めやね。はい、ということで、今日のエンタメミトゲストは永瀬真紀さんでした。ありがとうございます。スクランブル、スクランブル、はい、爆笑の顔ね、爆笑の顔、スクランブル、スクランブル、やめなさい、ちょっとやめろ。